日本の戦闘機産業は、かつてゼロ戦を作り上げた三菱重工などが尽力しているね。ゼロ戦はかつて日本を代表する戦闘機だったもんね。映画なんかでもよく出てくるし、国民にも最も周知された戦闘機なんじゃないかな？そうだな。関連企業が F1、F2 という国産戦闘機の開発実績なども生み出しているが、アメリカから最新鋭戦闘機を購入するなど、国の事情によって配備される戦闘機が変わる、という状況でもあるぜ。そんな事情の中でも、次世代戦闘機の開発については日本独自の路線で進めようということになり、国内企業を中心としたコンソーシアムが立ち上がり、2035年の収益を目標に作業が進められているみたい。だが、この次世代戦闘機の開発にあたって、日本が大きなトラブルに直面していると言われているな。うんうん。さて今回は、日本が抱えているトラブルの真実、そして次世代戦闘機の開発の今後について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。日本の次世代戦闘機の開発は、すでに試作機の製作過程に進んでおり、2020年代後半には試作機による試験飛行を積み重ね、2035年の正式採用に向けた量産機の製造ライン設置に向けて、準備を進めることになると考えられているみたい。もちろん、この次世代戦闘機には日本ならではの技術をふんだんに盛り込むことが想定されており、特に注目されているのは窒化ガリウム技術だね。窒化ガリウム技術って何？窒化ガリウム技術は、2022年現在でも多くの電子部品に取り入れられているもので、私たちの生活に身近なところでは、スマホの充電器に窒化ガリウムが採用され、高速充電の実現に寄与しているんだ。そもそも窒化ガリウムを採用することで、急激な発熱の抑制につながるってわけ。つまり、スマホ充電器が充電中に発熱しないのは、窒化ガリウムが発熱を抑制しているわけだね。この窒化ガリウム、次世代戦闘機のエンジン部分への採用が期待されているんだけど、ジェットエンジンは瞬時に高熱を発するため、その際に周辺部分の破損や機器の損傷をもたらす危険性があるんだけど、窒化ガリウム技術を採用することでそれらを防ぐことが可能になると期待されているんだ。このように、日本の次世代戦闘機については様々な新技術が採用されることが期待されているけど、その進捗状況や盛り込まれる技術や兵装について、詳細な情報が漏れ聞こえることはあまりないよね。もう少し情報を開示してくれてもいいのに、と思ったりもするけど、最新技術の漏洩を危惧するなら、なんかよくわからないけどすごい性能らしいぞと匂わせておく方が、中国も北朝鮮もびっくりするかも。そんな次世代戦闘機の開発について、久々に情報がもたらされたのは2022年2月のことだね。2022年2月15日、イギリス国防省が戦闘機用センサについて、日本と共同研究を行うことに合意したと発表したんだ。久々に日本の次期戦闘機開発に関係する、具体的な動きが報じられる出来事であったように思えるよ。今回発表されたイギリスと日本との共同研究は、2022年4月からイギリスのスコットランドで始められる予定とされており、イタリアの防衛産業大手企業の現地法人レオナルド UK が、アーキテクチャを提供することになると思われるんだ。このレオナルド社は、イタリアをそしてヨーロッパを代表する軍需企業で、イギリス関係では共同開発で生み出されたユーロファイタータイフーン戦闘機のレーダー開発を担うなどの実績もあることから、今回の日本&イギリスの共同研究に関与することになったと言われているみたい。日本とイギリスは、レオナルド社が持つ共用作業の経験と経緯から、戦闘機用センサについて先進技術を有するレオナルド社、そしてそのイギリス現地法人レオナルド UK 社を選択したわけだけど、これにはイギリス側の強い事情があったものと言われているよ。イギリスにおいて、今回の共同研究はジャガー、ジャパン&グレートブリテンユニバーサルアドバンスド RF システム通称ジャガー計画と呼称されており、これに用いられるユニバーサル RF センサ技術は非常に高度な索敵能力を実現する、まさに計画の要となる部分であるとされているんだ。ちなみに、レオナルド UK 社によれば、その新型センサは従来のものに比して1万倍以上にも相当する戦場でのデータ収集が可能であるとし、これまでにない超高速で敵を検知することができる能力を発揮するものだと説明されているぜ。日本の次世代戦闘機開発の観点から考慮すると、今回のレオナルド UK 社とのセンサ類、そしてイギリスのロールスロイス社と機関部の共同研究といった相次ぐ共同研究により、欧州の最新鋭技術を難なく手に入れることができ、その結果完成させる次世代戦闘機は、まさに最新鋭の第6世代戦闘機であると期待されているよ。今までの日本における戦闘機開発は、
国産機とはいえども、実際にはアメリカの軍需企業が肝心の部分をコントロールし、いわば現地生産レベルの行為しか認められず、国産と名乗るのは少々歯がゆい部分があったのも事実なんだよね。緊張する近隣国との関係がどうあろうとも、アメリカの意向で2000級の戦闘機や技術しか与えてもらうことができず、1000級の兵器はアメリカ自身が運用する、それで日本を一緒に守ってやるからいいじゃないか、といえば聞こえはいいんだけど、2022年になって国際情勢は急激に変化しているよ。EU や NATO への加入を望んでいたウクライナに対し、ロシアの軍事的圧力が増す事態となっても、アメリカはロシアを牽制するのみで、結果的にロシアによるウクライナ侵攻を許す結果となり、侵攻が始まってもアメリカや NATO はウクライナのために軍事力を行使することはしない。ウクライナは強国の事情に翻弄され、戦争に巻き込まれてしまったと言っても過言でないんだよね。日本は違う、日米安保条約があるじゃないかという人もいるだろうけど、でも、尖閣諸島に中国軍が押し寄せて不法占拠したとしても、沖縄のアメリカ軍は一緒に戦ってくれるのかどうか怪しいんだ。民主党政権になってから、アメリカの関係筋からは尖閣諸島などの領土問題は当事国の問題と言い切られ、日米安保条約の範囲に尖閣諸島を含むのかとの疑義に対しては施政権の及ぶ範囲とはぐらかしているアメリカ。そんなアメリカに国防を頼り切っているだけで、本当にいいのか疑問だよな。だからこそ、今回の次世代戦闘機の開発は、いわば脱アメリカ依存の解消という命題を抱えていると考えるべきだぜ。その点、イギリスがここまで協力してくれる令和の日英同盟が生まれたことは、ありがたいことだと思うよね。とは言いつつも、日本の次世代戦闘機開発には、パートナー企業としてアメリカのロッキード・マーチン社も関する予定となっているみたい。これは、正式な合意と契約締結がやがてなされるとは思うけど、日米安保条約で一緒に日本を守ると決めている以上、兵器の運用や補給などにおいてアメリカと共通理解をしておく部分は必要だし、この関係をキープしておくことも、今の日本にとっては初犯の事情としては理解できる部分だね。そもそも、日本の次世代戦闘機は日本が独自に使用を定め完全に自国内での単独開発を行うのか、次世代戦闘機の開発に迫られている他国との共同開発を行う、そして他国で開発された戦闘機に改良を施すイコール購入するのか、大きく3つの選択肢があったわけなんだ。2022年2月の時点の状況から考えると、今の日本は単独開発と共同開発の中間を進んでいるように思えるよ。2018年12月に安倍内閣が閣議決定した方向性では、国外関連企業との連携を視野に入れつつ、日本が主導する戦闘機開発を推進するというものであって、自国開発メインの方針を強固に打ち出したものだったんだけど、実際には経済的な合理性までを加味するとその実現が困難である実情が浮かび上がっちゃうんだよね。例えば、航空自衛隊でも導入を始めているロッキード・マーチン社製の第5世代戦闘機たる F-35 ライトニング2は、すでに開発費総額が6兆円を超過しているとも言われ、今後も継続されるアップデートを考慮すればもっとその金額は増えるわけで、日本単独でこれだけの費用を捻出できるのかといえば、正直言って無理であることは間違いないんだ。次世代戦闘機の開発には金がかかる。その実情を理解している国々も増えており、近年の世界的な戦闘機の運用においては第5世代戦闘機の登場は進みつつも、従来の第4世代戦闘機に近代化改修を行い、一部に限定的なステルス性能やレーダーセンサ類を強化することで延命している国々も多くなっているみたい。ウクライナ侵攻が始まるまでの世界情勢は、大きな戦争や紛争が行われることもなく、むしろ戦闘機をはじめとする様々な兵器の延命を行い、開発コストを延命することに終始していた状況だったしな。ウクライナ侵攻によって世界情勢に変化が見られるとはいえ、日本の次世代戦闘機は2022年度より本格的な設計に着手するスケジュールとなっていることは事実だよ。そのことが、日本の国防計画の見直しの契機となり、次世代戦闘機の開発が加速するようなことを期待しているのは、多くの人が思っていることだよね。通称 F3 と呼ばれることになるであろう。日本の次世代戦闘機だけど、なかなか日本独自の技術だけでは世界レベルの戦闘機になり得ない部分もあり、その部分をイギリスやアメリカの力を借りながら補っていく、というのが当面の方向性のように思えるかな。今後、どの程度次世代戦闘機の情報が公開されるかはわからないけど、公開されることで中国や北朝鮮などが多少なりともおとなしくなることを期待しているよ。そして、そのための次世代戦闘機となってくれることを、
期待していようか。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2021年10月14日、白鯨潜水艦の進水式及び任命式が開催されたね。毎年潜水艦の進水式を行う計画があるそうだが、今回は大鯨型2番艦の進水式となったわけだな。親潮型潜水艦はまだ現役で活躍中だし、レベルは中国潜水艦より上だから、まだまだ職務遂行は可能な潜水艦だよね。どうするんだろ？あえて言えば、中国の侵攻に脅かされている台湾へ売却という道もあるのかもしれないが、そんなことをしたら国際的に物議を醸し出しそうだもんな。難しいところだよね。さて今回は、この白鯨潜水艦の進水式と新しい性能について紹介したいと思うよ。それじゃあ行ってみよう。海自の最新鋭通常動力型潜水艦大鯨型2番艦の進水式が川崎重工業神戸工場で行われたよ。名前は海の生物クジラにちなんで白鯨と付けられたね。この名前については以前から推理する人が多かったみたい。大鯨型潜水艦のネームシップはやはり大鯨で、旧帝国海軍の潜水母艦大鯨後に空母UFOという名前だったから、今回の2番艦は同じく潜水母艦人鯨課長鯨になるのではないかと予想されていたとか、しかし海上自衛隊内で募集が行われ、かつて軍艦の名前として使用された実績のない白鯨に決まったってわけ。余談だが、日本は捕鯨大国として世界トップの漁獲量を誇っていた時期があったぜ。捕鯨は江戸時代にも盛んで、肉はもちろん、骨から皮、油まで全てを利用していたんだ。クジラが日本人の生活に溶け込んでいた時代が確かにあったってわけだね。ところが外国がクジラに目を付けるようになると、クジラの数が減っちゃうんだよね。外国の人はもっぱら油を利用しただけで、他のものは廃棄してしまったから、近年、クジラをそんな使い方をしていた外国が捕鯨は残酷と言い出し、商用捕鯨を禁止に追い込み、今や調査捕鯨に関してもことあるごとに難癖をつけてくるのは皆も知っているよね。おかげで、和歌山県の太地町や宮城県の女川町など捕鯨で生計を立てていた町の人たちは、生計の道を変更せざるを得ない状況になってしまったんだ。いずれにしてもそういった歴史があるからなのか、世界最大の哺乳類ということもあるのだろうけど、日本人はクジラが好きなんだろうね。話を戻すと、白鯨は進水式後も川崎重工神戸工場で約1年の偽装工事を行い、2023年3月、海上自衛隊潜水艦として就役する予定と言われているよ。一番艦大鯨はこの川崎重工業工場の近くの三菱重工業神戸造船所で建造されたんだ。来年2022年3月に就役することになっているから、これによって海上自衛隊の潜水艦は防衛大綱に定められた22隻体制になるってわけ。今後は大鯨型が就役するたびに旧型の親潮型潜水艦が随時退役していくことになるんじゃないかな。大鯨型潜水艦は、前型の双竜型とほぼ同サイズだけど、静粛性に優れていると言われているね。その静粛性をよりアップさせるために浮き課題を採用しているみたい。艦内の甲板を外角から浮かせることによって、乗組員の足音までも低雑音化し、対衝撃性もアップさせる構造になっているんだって。また外角には双竜型で実績がある音波吸収材や反射材などの装備をより発展させ、最適化しているから、逆探知を防ぐ能力もかなり向上しているらしいよ。舵としては、双竜型にも使われている X 舵を使用しているね。この X 舵は潜水艦の舵としては長所が多く、水中でも機動性が保たれるんだって。この潜水艦は福利厚生の面でも充実しているんだってな。以前は潜水艦へは女性自衛官を配置するには制限があったらしいが、ジェンダーフリー時代というわけか、この制限は解除されたぜ。それに伴って艦内居住空間内にパーティションを置いて女性用の区画を確保しているらしい。もちろん女性専用寝室やシャワー室なども整備されたみたいだな。時代に合った潜水艦ってわけだね。そうだね。そして、何より日本独自の潜水艦建造技術として、水中での動力源にリチウムイオン蓄電池を採用したことが大鯨型の大きな特徴と言えるよ。リチウムイオン蓄電池は鉛蓄電池と比較するとエネルギー密度が高く、高出力を長時間維持できる性能があり、繰り返し放充電回数も 1.5 倍以上、充電が満タンになるまでの時間も短縮されたという特徴があるんだ。こういったメリットは潜水艦を運用するには有利な点が多いことは言うまでもないよね。鉛蓄電池と違って水素ガス発生の危険はないから、乗組員を守ることができるとあって、
簡単に言うと良いことずくめというわけ。リチウムイオン蓄電池は世界に先駆けて、総流型11番環応流と12番環投流に採用されたんだ。その性能と安全性は確認済みということだね。と言っても総流型はもともとディーゼルエンジンと非対機依存推進システム AIP であるスターリングエンジンを搭載し、水中で鉛蓄電池を使用する方式だったから、応流、投流ではスターリング機関を外したけど、リチウムイオン蓄電池の性能を十二分に発揮させる設計にはなっていなかったんだ。スターリングエンジン用に設計されたわけだから、リチウムイオン電池とは構造が異なっていたんだろうね。その点タイゲー型は設計時リチウムイオン蓄電池を搭載する予定になっていたから、性能を最大限に引き出すことができると思われるよ。タイゲー型は給排気効率を高めるために設計された新しい高性能シュノーケルマストが装備されているので、短時間でリチウムイオン蓄電池への充電が可能になるんだ。その結果、スターリングエンジン搭載の総流型より充電時間は短縮され、かつ長時間の高速潜航も可能になったってわけ。それだけではなく、タイゲー型潜水艦にはこの他にも最新開発テクノロジーが盛り込まれているんだよな。光ファイバー技術を利用した高性能ソナーシステムを設置したことで敵艦探知能力が向上したし、DCM トーピードカウンターメジャーと呼ばれる潜水艦魚雷防御システムなども装備されているらしいよ。兵装としては艦首上部に6門の 533mm 魚雷発射艦が装備されていて、8級式超魚雷とハープーン対艦ミサイルが発射可能となっているんだ。タイゲー型潜水艦は現在5番艦まで建造予算が計上されているんだけど、この先も年に1隻の計画で建造される見込みだよ。当面は前述の通り、親潮型潜水艦を順次退役させながらタイゲー型を追加して、合計22隻体制を維持していく方針とされているんだけど、親潮型潜水艦は海事では旧式扱いとなっているものの、世界レベルで見るとまだまだ一線級の通常動力型潜水艦なんだ。中国の原潜と比べても作戦場面によっては引けを取らないと推測されるね。そんな潜水艦をこのままむざむざと退役させて解体してしまうのはあまりにももったいないので、予算が許すのなら稼働可能の状態で保存しておいて、一朝有事の際には現役復帰措置を検討してはどうかという意見があるみたい。または、他国に渡せない機密部分のシステムやパーツを無難なものに置き換えて、東南アジアやアフリカ諸国など自力で潜水艦を開発建造することができない国に輸出して、外貨を稼ぎ少しでも新艦建造経費の足しにするという柔軟な対応も検討しておくべきではないかと思われるよ。おそらく親潮型潜水艦は、某隣国の信頼性が怪しい潜水艦よりは高性能だろうから、軍備をこれから備えようとしている後発国からは我もと大モテになるに違いないんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日のテーマはみんなもよく知っているお茶についてだよ。確かにお茶って毎日飲むよね。お茶には様々な種類があるよね。代表的なので言うと、紅茶、緑茶、ウーロン茶だな。その茶葉なんだけど、実は同じ茶葉からできているんだ。そうなの?そのお茶たちは何が違うのかな?実は発酵度の違いで分けられるんだ。緑茶は不発酵茶、ウーロン茶は半発酵茶、紅茶は発酵茶に分けられるんだ。発酵具合が違うと、味や香り、色以外にも、お茶を入れた際に抽出される成分も変わってくるらしいよ。なるほど、だから味も香りも変わるんだな。ちなみにほうじ茶は何のお茶の種類だと思う?色的に言ったら、ウーロン茶かな?実は、緑茶の種類なんだ。そうなの?なら発酵してないんだね。それがね、全く発酵させないんだ。全く、わからなくなってきたぜ。まあまあ、そう言わず最後まで聞いてくれよ。その製造方法は、焙煎しているんだ。なんかお茶によって色々な方法で作られるなんてお茶も深いね。そうなんだ。なら今日の雑学は終わりだよ。また見てね。おい、お茶、何言ってんだよ。
ウクライナとロシアの状況は悪化の一途をたどっているね。もうとっくに軍事施設以外の建物にも攻撃しているし、ロシアは市民を巻き込む気満々だよ。実際、ロシアは避難所であろうと何であろうと、徹底的なまでに攻撃しているもんな。しかも極音速ミサイルまで使っているみたいだし、もはや総力を挙げてウクライナを潰しにかかっているぜ。ウクライナも前線しているけど、やっぱりロシアが相手じゃ厳しいよね。ウクライナの大統領は力強い意志を持った指導者だが、物量の差は覆しがたいよな。何にせよ、早々に終結してくれることを願うばかりだぜ。終わらせ方も難しいところだけど、一日でも早く終わらせて、何よりこれ以上犠牲者を増やさないようにしてほしいな。お願いだから民間人を攻撃対象にしないでほしいよ。そうだよね。日本も対岸の火事とは言えないし、もしもの場合に備えて軍事を整えておく必要があるよね。さて今回は、かつて日本海上自衛隊の主要仮想敵だった旧ソ連の潜水艦についても踏まえて、近年はあまり取り上げられないけど、今でも60余隻を数えるロシアのその戦力について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。近年、尖閣諸島をはじめとする日本の南西諸島などへの中国の軍事的脅威は高まりを見せ、2021年にアメリカがバイデン政権へと移行する狭間でその動きはさらに顕著だと言えるよ。そうした中国海軍の艦艇に対し、日本側としては海上自衛隊の潜水艦隊を強化し、領土領海への接近阻止を担う最重要兵器として、その22隻体制に向けた拡充を続けているんだ。しかし太平洋戦争後の旧ソ連の崩壊までの長らくの間、海上自衛隊や日本自体が最大の仮想敵国として想定していたのは紛れもなく旧ソ連であり、現ロシアもその延長に位置しているぜ。現ロシアは過激な発言も多いし、日本に飛び火しないとも考えられないから怖いよね。ロシアと中国は水面下で繋がっているだろうし、太平洋戦争後の日本はその敗戦により航空機の開発などがアメリカなどの連合国から禁じられてしまったけど、同様に潜水艦も保有する渡航禁じられた兵器のうちの一つだったんだ。この潜水艦を日本が再度保有することが認められたのは、皮肉にも太平洋戦争においては同じ連合国の一員に名を連ねた旧ソ連とアメリカとが激しく対立する、冷戦構造が生じたためだね。朝鮮戦争を経て、旧ソ連の封じ込めを日本の武装解除よりも重視し始めたアメリカによって、再び日本は潜水艦の保有の必要性が認められることになり、当初それはアメリカから貸与されたものだったんだ。海上自衛隊がアメリカ海軍のガトー級潜水艦を貸与され、それを黒潮と名付けて収益させたのは、ちょうど太平洋戦争終結から10年後の1955年でここから海上自衛隊の潜水艦運用が始まったよ。紆余曲折を経て、今では世界トップクラスの潜水艦保有国だもんな。この成り上がり方こそ、日本の魂そのものだと思うぜ。本当にそうだね。旧ソ連は現在のロシアも同様に伝統的に陸軍国ではあるけど、米ソの冷戦時代には圧倒的に優位な戦力を持つアメリカ海軍、特にその空母打撃群の自国への接近阻止を戦と潜水艦を配備したってわけ。旧ソ連はアメリカ海軍のように潜水艦の動力源を原子力推進型に一本化はせず、通常動力型潜水艦も同時並行で配備を続けており、その流れは現在でも変わっていないぜ。こうした旧ソ連現ロシアのような潜水艦運用は、近年の増強が著しい中国やインドで同様の状態であり、それもかつて旧ソ連の技術支援を受けて潜水艦を保有している両国に共通しているんだ。現在のロシアは2020年度のグローバルファイアパワー等の軍事力ランキングでも、アメリカに次ぐ世界第2位というポジションをキープしているけど、以前のような勢いは失われつつあるみたい。それでも今の状況を見る限り、ロシアの力は驚異的だよな。伊達に世界第2位の位置にいるわけじゃないってわけだ。そうだね。というのも額面の軍事費では今のロシアはアメリカの 12% ほどしかなく、国家としての GDP も実は韓国より少なく、どちらかといえばこれまでの遺産でその地位にいると見た方が正確だね。それでも旧式な艦艇も含むとはいえ、2021年時点でもロシア海軍は多数の潜水艦を保有しており、戦略型原子力潜水艦、攻撃型原子力潜水艦、通常動力型の攻撃型潜水艦等60余隻を数えるよ。陸軍同様、海軍においても警戒しなきゃならないってわけなんだね。2020年12月に新型の SLBM 潜水艦発射型弾道弾の発射実験に成功したと報じられた。ウラジーミル・モノマフはこうしたロシア海軍の戦略型原子力潜水艦ボレー型の3番艦だね。
ここで使用された SLBM-3M14 ブラバーミサイルは射程距離が8000から 9000km にも及ぶとされ、現在アメリカや日本が備える弾道ミサイル防衛網を無効化する兵器と言われているよ。ボレー型は水中の排水量が2万4000トン、全長が170メートル、全幅が 13.5 メートルにも達する巨艦で、背面上部26機の SLBM 発射艦を備える戦略型潜水艦で4隻が就役、追加で4隻が建造予定だね。ボレー型でも海上自衛隊で最大の排水量を誇る護衛艦出雲加賀の満載排水量2万6000トンにほど近い大きさだが、ロシアにはこれ以上の戦略型潜水艦も存在しているぜ。それがタイフーン型であり、水中排水量最大4万8000トン、全長が175メートル、全幅が23メートルに20機の SLBM 発射艦を完備していたが、6隻中1隻を除きすでに退役が行われているな。またロシアにはヤーセン型と呼ばれる原子力潜水艦も存在し、こちらは SLBM 発射艦8機と 533mm 魚雷発射艦10門を備えており、攻撃型潜水艦の性格と対地攻撃の両面を合わせ持つんだ。このヤーセン型は設計自体は1990年までに完了していたものの、旧ソ連の崩壊で一番艦の収益は2014年まで遅れたけど、これまでに4隻が収益し、その後も5隻ほどが建造されると予想されているよ。純然たる攻撃型の原子力潜水艦としてはシエラ型があり、こちらは前期の1型と後期の2型に大別されるけど、各2隻ずつが建造され、これまでに1隻が退役、3隻が就役中と見られているね。シエラ2型は、水中排水量約1万トン、全長約110メートル、全幅約 12.3 メートルの艦隊に 533mm 魚雷発射艦6門を備えており、さすが原子力推進だけあって水中の最高速度も32ノットを上回るものとなっているよ。通常動力型の攻撃型潜水艦としてロシア最新の艦はラーダ型だが、未だ1隻のみが就役した状態で、以前のキロ型が旧ソ連時代の1982年から就役、今でもロシアで20隻、中国でも12隻が稼働中だね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日のお題は安全についてだよ。安全、そうそう。安全だよ。みんなは安全第一というスローガンを知っているかな？工場なんかで働いている人には馴染みのある言葉だと思うぜ。その安全第一というスローガンには続きがあったんだ。安全第二とかかい？違うに決まってるだろ。安全第一の他は、品質第二、生産第三だぜ。正解だよ、知ってるなんて意外だね。日本で知らないっていう人が多いのは当たり前なんだ。どうして？実はもともとはアメリカの企業で使われていたスローガンなんだ。え、日本じゃないんだね。日本では安全第一の部分だけが使われることが多く、実際に工事現場や工場などでは安全と第一の間に緑十字を挟み、安全プラス第一と表記されているな。ちなみになんだけど、安全第一とスローガンが掲げられてからは、労働災害による死亡数が、1000人を下回っているらしいんだ。安全第一と掲げるだけで減るなんてすごいね。高度経済成長期には亡くなる人が6000人を上回ったことがあるらしいから、安全第一で皆さん頑張りましょう。それじゃ今日の動画は終わりだよ。また見てね。今日も、一日、ご安全に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 。
日本とアメリカは同盟国であり、ここ最近、この2国間での合同訓練の実施回数が増えつつあるようだね。日本とアメリカという2国間の連携を密にすることは、とっても重要なことだよね。この間はステルス機のみでの合同訓練も開始されていたからな。そうだね。さて、今回の主題はステルス戦闘機の日本アメリカ合同訓練の様子について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。アメリカのインド太平洋軍のホームページに、戦闘機写真がアップされたよ。KC-135 空中給油機を中心として右に F-22 ラプター4機、左に空自 F-35 ライトニング 2A 型4機が従っている V 字飛行時の様子となっているね。2021年4月1日、日本周辺海域で開催された日本とアメリカの合同軍事演習の一コマなんだけど、ホームページにアップして誰の目にも触れるように設定した目的は、言うまでもなく日々軍事的圧力を増大させている中国に向けて、デモンストレーションを行ったというところかな。いずれにしても、この訓練には日本とアメリカの第5世代戦闘機が共に参加したということになったんだ。じゃあアメリカの F-22 の所属基地はどこになるの？実はどの部隊の所属機なのかは公開されていないんだ。ただし、在日米軍基地にはラプター戦闘機は配備されていないことはわかっているから、国外から演習に参加するために飛行してきたと推測されるね。この合同演習が KC-135 空中給油機を随伴したということから推理すると、現状ではレーダー捕捉が困難とされている F-22 ラプターや F-35 ライトニングの作戦行動範囲の広さを誇示する目的ではないかとも思われるよ。誇示する相手は、言う必要もないようだが、中国だろうな。逆に言えばアメリカはそれほど中国を意識している重要視しているとも考えられるぜ。これ以前の3月16日だけど、空自の F-15J イーグル4機とアメリカ海兵隊の F-35 ライトニング 2B 型4機が KC-135 空中給油機と一緒に合同軍事演習を行ったという報道があったね。この3月の合同軍事演習は東シナ海の上空、つまり中国にも近い空間で行われたんだ。ということは、刻々と増大する中国軍の脅威に対して尖閣諸島を含む日本の防空能力の有能さを、直接的にアピールする見せつける目的だったのではないかと想像してしまうよね。導入部分でも紹介したけど、日本とアメリカの合同軍事演習は最近特に回数が増えているように見受けられるよ。直近の2019年度には延べ1245日という高い数字になっているから、近年の統計から合計を見ると2014年は1265日、2015年度が1319日、2016年度が1124日、2017年度が1198日、2018年度は1247日だね。右肩上がりに増加しているとは言い切れないけど、2014年度以降恒常的に1000日以上を記録しているってわけ。参加した部門の内訳は2019年度1245日は、統合幕僚幹部が 7.3% で92日、空自が 13.1% で163日、陸自が 31.7% で395日、海自は 47.7% で595日になっているよ。数の比率も多少のズレはあるんだけど、3部門の参加パーセンテージは少ない順に空自、陸自、海自という順番には毎年大きな変化はなく、そのまま推移したと見受けられるね。さて、上記の通り、海上自衛隊の演習参加回数が一番多い理由はすぐ理解してもらえると思うよ。地図を見れば一目瞭然。日本は世界でも有数の領海や排他的経済水域を抱える海洋国なんだ。普段の生活で感じることはあまりないかもしれないけど、台湾やロシアとの国境ギリギリの遥か遠くまで日本の島々が多いってわけ。別の表現をすると、本土面積に比して領海が広すぎるとも言えるよね。またここ数年、肥大する一方の中国の海洋進出を無視することはできないよな。特に西太平洋方面への脅威が増えていることを考慮すると、海事に対応する海上自衛隊が演習参加回数が一番多くなるのは当然といえば当然のことなんだろうぜ。よく見ると海事の合同軍事演習実施場所は南シナ海というケースが多くなっているように見えるよ。ということは、中国が直接実効支配を進めようとしている海域に対して、牽制を行っていると言い換えることもできるのではないかな。中国に対するアメリカの動きだけど、ニュースなどでも話題となったクアッドクアドリラテラルセキュリティダイアログをご存知かな？日本語訳では日米合印戦略対話という、この体制はアメリカ、日本、インド、オーストラリアの4カ国で協力してことに当たることを目的としたものだね。4カ国による会談ということではあるんだけど、対中国包囲網ということに間違いはないだろうね。
クアッドの参加国であるインドが主催したマラバール合同軍事演習にはこの4カ国が参加したんだ。ただし、最終的にインドがオーストラリアの常時参加を認めなかったから、オーストラリアは招待参加という位置に止まったみたい。インドがオーストラリアを敬遠した理由だけど、2020年6月にインドと中国がヒマラヤ方面の国境係争地域で物理的な衝突が発生したことがあったんだ。この結果、死者が出る惨事に発展してしまったよ。インドはこの事態に懲りたのか、それともあまり厳しく包囲網を固めて孤立させると、中国が逆切れして暴走しかねないと危惧したのかもしれないね。中国とインドはヒマラヤ山地を挟んだ隣国だからな。チベット問題でも何かと揉め事が起きているし。だからこそ、インドは紛争の種を少なくしておきたいのかもしれないね。オーストラリア自体に含むものはなくても、アメリカ、日本と同様な扱いをしたら、中国にいらぬ警戒心を抱かせてしまう恐れがあるから、オーストラリアに譲歩してもらったのではないかと推測するよ。中国は南シナ海を自国の領海と主張し、勝手に領有を宣言したよね。本当に勝手だけど、そうだね。この行動に対して台湾、フィリピンを含め周辺の国々が不快感と同時に危機感を覚えたはずだよ。しかし強大な中国への対抗策をまとめ上げるにしても、一枚岩で協力する体制にはなっていないんだよな。中国の軍事伸長に怒りを感じながらも、各国それぞれの思惑が絡み合っているので、これといった手立てが見出せないというのが正直なところだろうぜ。不満や不安を中国に覚えてはいるものの、相手の巨大な軍事力と経済力を侮ることはできないよ。オーストラリアも、実は最近まで中国が最大の貿易国だったんだ。経済的にも複雑に結びついているわけだから、簡単に対立ということは政治的にも難しいんだろうね。こういった内情が透けて見えるからこそ、中国は高みの見物を決め込んでいられるってわけなんだね。悔しいけど、それもある意味の真実だな。言うまでもなく中国の軍事力は日々拡大しているぜ。しかし実際の経験という点ではちょっと話が変わってくるんだよな。近代化した電子戦術など、テクノロジーは日々進歩しているから、それに対応しなくてはならないもんね。果たして中国が対応できるのかと疑問に感じてしまうよ。テクノロジー分野ではインドの発展が目覚ましく、中国がインドのサポートを得られれば最強かもしれないけど、今の状態ではテクノロジーの進歩を中国は恐れているのが現状ではないかな？というか、個人的にはそうであってほしいと思うよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は野球についてだよ。みんなは、野球のホームベースってわかるかな？そんなのわかるよ。小学生なんかがグラウンドで野球をするときよく書くじゃないか。そうそう。そのホームベースなんだけど形は覚えているかな？うん、五角形だよね。正解だね。でも、ホームベースって昔は四角形だったんだ。それって他の一塁、二塁、三塁と同じ形だったってことなのか？そうだよ。なんでわざわざ四角形を五角形に変更したりしたのかな？それはね、実は審判がピッチャーの投げ込んだボールを判定しやすくするためらしいんだ。ホームベースが正方形だった場合、審判がホームベースを見るとダイヤの形に見えるよね。そうなると、ボールがダイヤの角の部分を通過した時にストライクとボールの判定がかなり難しくなってしまうんだ。だから、審判から見てダイヤの形をしていたホームベースの向きを、正方形に見えるように置き直したんだ。すると、ピッチャーが投げ込む球とベースの向きが平行となりストライクの判定がとてもしやすくなったそうだよ。そして、正方形の状態で設置してしまうと、ラインとの間に三角形の隙間ができてしまうんだ。そこに、三角形を追加することにより、現在の五角形のホームベースが完成したそうだよ。なるほど、プロ野球なんか、165km で投げるんだから、審判もすごいよな。ほんとだよね、野球もいろいろ試して今の形があるんだね。そうだよ、なら今日の動画は終わり。明日もまた見てね。
2022年1月に南シナ海で起きた事故により、アメリカ空母カール・ビンソン艦載機の F-35C、その機体が、海底3800メートルの位置から無事に回収されたよ。公海上であったことはもちろんだが、そこは南シナ海で、中国の原子力潜水艦などが F-35C の回収に躍起になっていたこともあり、不安のためだっただろうな。軍事機密の塊とも言える当該機体を無事に回収できたことで、アメリカ海軍の関係者もほっとしたことだろうね。そうだね。でももちろん、ここでほっとしている余裕などアメリカにはないわけなんだ。ウクライナ情勢も絡んでくる対中国への対抗策も練らなくてはならないアメリカの実情も踏まえて、今回の事故について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ことの発端は、2022年1月初旬にアメリカが行っていた訓練中の出来事だったよ。2022年1月18日には、日本近海に3個空母打撃群 CSG、1個遠征打撃群 ESG、1個両用即応群 ARG が配置されている異例の状況が生まれており、中国に対して大きな牽制を行っていた最中だったんだ。さらに驚くべきは、今回の訓練行動に参加したアメリカ海軍の原子力空母、その数はなんと3隻、地中海で中東関連の任務を担当するハリー・トルーマン CVN-75 を除いた、残り3隻がインド太平洋に集結している状況だったんだから、これには多くの軍事アナリストも驚いていたみたい。ちなみにこの3隻は、横須賀に前身配備されたロナルド・レーガン CVN-76、インド洋で作戦行動を終えてから合流してきたカール・ビンソン CVN-70 は、フィリピン付近の南シナ海に姿を現したことが確認されているぜ。そして1月10日には、母港サンディエゴを出港してきたエイブラハム・リンカーン CVN-72 が、1月18日現在で日本近海に出現し、まさに異例中の異例と言える布陣となっていたわけだな。そして、これらの原子力空母に艦載されている戦闘機は、最新ステルス戦闘機 F-35、カール・ビンソン・エイブラハム・リンカーンは F-35C 空母搭載型を、アメリカ・エセックスは F-35B 垂直離着陸型をそれぞれ搭載しており、かなり強力な布陣であり、これだけの戦力が揃っている状況であれば、さすがの中国もビビるだろうと考えたみたい。でも、ここでアメリカがやらかしてしまったのが、今回の着艦事故による F-35C の喪失なんだ。うわぁこれは停滞ね。中国が手の出るほど欲しい技術がてんこ盛りになっている最新鋭ステルス機を、よりによって中国の原子力潜水艦が闊歩する南シナ海でロストしてしまったんだからな。ことは重大だぜ。事故が起きたのは2022年1月24日、当時南シナ海において航行中だったカール・ビンソンは、艦載機の離発着訓練を行っていたんだけど、訓練終了に伴って着艦しようとした F-35C ライトニング2が着艦に失敗して、海上に落下、そのまま水没してしまったってわけ。実際の事故の様子が、空母の陸務員が撮影したと見られる映像によってインターネット上で公開されると、まさかここまで公開されるのかとネット民はかなり驚いていたみたい。実際に事故の様子を振り返ってみると、事故を起こした機体はかなりの高高度から侵入しようとし、やり直しを指示されたにもかかわらず着陸を強行した結果、空母の飛行甲板に激突するように着艦して発火しているよ。その際、車輪などの降着装置が破壊されたと見られ、そのまま火を吹きながら飛行甲板で停止することもできないまま、アングルドデッキの先端から海中に落下、その直前にパイロットは緊急脱出したんだ。海面に落下後、しばらく浮いていた F-35C を撮影した動画もインターネットに流出していたんだけど、やがて海没してしまったため、アメリカ海軍が周辺海域を捜索する羽目になったってわけ。パイロットが無事でよかったし、それが一般的な反応だと思うけど、アメリカ海軍の関係者は一大事に大慌てしただろうね。何しろ、水没してしまったのはアメリカにとってブラックボックス軍事機密の塊とも言える F-35C の機体。それがもし、公海の海中に没したのであれば、その捜索から回収までには相当の時間と困難を要することになっただろうぜ。それ以上に、その場所が公海である以上、中国海軍の艦艇がやってきて、どんな活動をしても文句を言われない状況だからな。アメリカが躍起になるのも無理はないよね。中国に軍事機密を奪われる前に、とにかく自分たちが先に機体を見つけて、機体を回収しなくてはならないわけだからね。この事故が起きる前後の、中国の反応についても確認してみようか。2022年1月22日共同訓練が終了した翌日には、早速台湾の防空識別圏に中国軍機の編隊を侵入させ、殲16戦闘機24機、
戦銃戦闘機10機、Y9 輸送機2機、Y8 対戦哨戒機2機、そして核爆弾を搭載可能な H6 爆撃機1機という、2022年になって最大奇数による編成で領空侵犯を繰り返したんだ。これはいつだって中国は台湾を攻撃することができるという明らかな軍事的威嚇であり、アメリカの動きが自国に向けられていることを明確に意識していることがわかるよね。だけど、F-35C の事故について、中国政府としては正式なコメントは発信しなかったんだ。事故が起きていることは明らかに知っているはずなのに、知っていることを明かさない。この中国の態度に、アメリカは明らかに恐れをののいたと思うな。実際にアメリカ海軍の関係者の中では、知っているくせに言わないだけとか、アメリカよりも先に機体を見つけているのではないかなどの声も上がったらしいよ。中国政府としてはコメントを発していないものの、中国共産党中央軍事委員会機関紙いわゆる政府寄りの新聞である、解放軍報が、アメリカの行った訓練について論評を掲載しているみたい。その論評では張り子の虎では人を驚かすことはできず、わずか半年の間にアメリカ軍は原子力潜水艦を破壊し、先進的な戦闘機を墜落させたと述べており、欲を出して失敗する行為はすでに国際的な笑いものだと述べているよ。原子力潜水艦の事故とは、この訓練が行われる数日前に南シナ海で行動していた、アメリカ海軍原子力潜水艦が何かに衝突して艦首を破損した事故のことを指しており、明らかにアメリカを馬鹿にしているな。そして先進的な戦闘機を墜落させたと触れたことで、今回の F-35C の事故を明らかに承知しており、アメリカをかなり挑発したコメントを残しているぜ。この論評の締めくくりには南シナ海は平和な海であり美しく静かなので、アメリカ軍はゴミをポイ捨てしないでいただきたいと皮肉たっぷりに述べられているもんね。口ではゴミと言いつつも、中国としては最新鋭ステルス戦闘機の情報は喉から手が出るほど欲しいだろうね。そう、こんなコメントを出している直後には、すでに南シナ海で中国海軍は行動を起こしていたしね。ステルス戦闘機の機体が海没しているのであれば、どれほど困難であっても入手したいのが中国の本音だと思うよ。実際、事故直後から間髪入れず、周辺海域を中国の原子力潜水艦が現場周辺海域を行動していることが、確認されているんだ。ここまで中国が貪欲になっている以上、アメリカ軍は F-35C を中国に渡してしまうことは何としても避けなければならず、現場海域に長期間張り付いて機体の調査を行ったよ。とはいうものの、南シナ海には水深5000メートル以上の海域もあるため、作業はかなり難航したものとなっただろうね。その後、明確な時期は明らかにされなかったんだけど、事故から1ヶ月後、アメリカ海軍は水深約3800メートルの海底に沈んでいる F-35C を発見することができたみたい。早速、機体を回収するために海中無人探査機 CURV-21 を投入して海面までの引き上げに成功。潜水作業支援船ピカソの船上に積載することに成功したと言われているけど、それが果たして事実なのかどうかは明らかになっていないよ。ちなみにこのピカソ、主に海底油田のプラットフォームを建設する際などに、海底での作業を支援するために作られた船のことで、2019年4月9日には、青森県沖の太平洋に墜落した青森県三沢基地所属の航空自衛隊の F-35A の捜索に、同機能を持つファンゴッホを使用したこともあったみたいだぜ。アメリカがここまで躍起になったのは、過去に起きた機密漏洩のトラウマがあったとも言われているな。かつて、旧ユーゴスラビアで起きたコソボ紛争において、当時最新鋭のアメリカステルス機 F-117 が NATO 軍として参戦していたんだけど、交戦勢力であるセルビア軍が使用した地対空ミサイルが F-117 の左翼を損傷させた結果、コントロール不能に陥りパイロットが緊急脱出して農地に墜落してしまったんだ。この時、F-117 の機体の一部などは地元住民たちにより回収された結果、セルビアの軍関係者に融通され、セルビアと友好国であった中国工作員が現地にやってきて、F-117 の残骸を買い集め中国に持ち帰ったよ。こうして持ち帰った技術は分析され、その結果中国が自国開発した1020などのステルス戦闘機の開発につながったとされているみたい。アメリカとしては、あの時と同じ鉄を踏みたくないとの思いは強かったと想像されるんだけど、中国が F-35 について必要な情報は揮発性メモリーに置かれているソフトウェアデータであり、海没とともに消去されている可能性が高いことから機体の引き上げについてはさほど重要視していないとの見方もあるよ。いずれにせよ、アメリカが犯したミス、その傷口が大きくならなくて済んだと考えるのか、
中国が虎視眈々と軍事技術を狙っていることを再認識する機会となったのか、アメリカにしてみれば貴重な教訓を積んだと考えるのが良いのかもしれないね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。中国海警局の動きが、2022年になってもかなり活発なことは、日本の軍事関係者や政治評論家の間でも、かなり注目されているよ。北京オリンピックの開催を控えて、平和的なムードを醸し出していたかに思えた中国だったんだけどな。残念ながら気のせいだったな。尖閣諸島や南シナ海において活発な軍事行動をとっており、それにロシアがこうして共にアメリカを牽制する動きを見せるなど、平和の祭典オリンピックの開催とは相入れられない状況に陥っているぜ。そんな尖閣諸島において、日本とアメリカはある決意を固めたとも言われているんだ。特に日本においては、武器の使用を容認してでも中国海警局の横暴を阻止しようとする動きがあるようで、中国関係者からも本当に日本はやる気なのかと探りが入っているとも言われているみたい。今回は、尖閣諸島で暗躍する中国海警局と、それに対抗しようとする日本とアメリカの動向について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2022年現在、尖閣諸島周辺における中国海警局の横暴な行動は、日増しにエスカレートしていると言っても過言ではないよね。2021年になってからは、尖閣諸島周辺の領海に中国公船の侵入がいつものように行われている状況で、領海の外側にあたる接続水域への侵入まで含めると、2020年4月からは連続111日間にわたって侵入を繰り返してきた事例もあるんだ。さすがにやりすぎだよね。そもそも、尖閣諸島周辺海域に侵入してきている中国海警局とは、海上保安庁と同等ではなく、むしろアメリカ海兵隊と同等とみなした方がいい。明らかに軍事組織だしな。もちろん、有事に備えて武器も兵装も充実しているし、艦艇のスペックも明らかに海上保安庁の巡視艇では太刀打ちできないぜ。相手は司法を有している。こちらは機関銃しか有していない。おまけに専守防衛なので先制攻撃を許されない。そんな状況では、どんな兵器や組織が立ち向かってもどうにもならないと、日本の有識者たちは歯ぎしりを繰り返していたんだ。実際、自身らが軍隊であることを誇示するかのように、中国海警局の船舶は尖閣諸島周辺海域で4隻の艦艇群を組み、日本の領海内を意気揚々と活動し、まるで日本側から撃たせようかと企んでいるかの行動を繰り返しているんだからね。中国海警局の船舶の勝手な侵入が相次ぐ中、2021年5月には、八重山漁協に所属する第一桜丸を含む3隻の日本漁船が尖閣諸島周辺海域において、中国海警局船舶からの妨害を受けて、やむなく寄港する事件が発生するまでに至っているよ。実害も出ている状態だからね、ほんと腹立たしいよ。この第一桜丸に関しては、ある日本の右翼活動家がチャーターして尖閣諸島への上陸を目論んでいたとの説もあり、そのことが中国当局をより強硬な対応に導いたのではないかとの憶測もあるんだがな。いずれにせよ、日本の行動は領海内で主権国家として認められた行為を行っていただけであり、それを他国の組織に同行されるべきではないし、一言で言えば日本は領土の主権を侵害されたと言ってもいいよね。そんな中国海警局の横暴に、日本もアメリカも立ち上がろうしている兆候が見られたのは、2021年2月のことだったよ。この件について与党である自民党の合同会議が開催され、会議において外国公船や軍艦が日本に上陸を企てて領海内に侵入した場合、海上保安官が相手に対して危害を与える危害射撃が可能な場合もある、という今までから一歩踏み出した考えを示し、海上保安庁法の法解釈をより現場の判断重視となるように改めようとする動きが起こったんだ。政権与党の一部会がそこまでのことを明言するからには、ある程度の後ろ盾がなければできないはずだけど、その後ろ盾とは、やはりアメリカなんだよね。自民党の会議が開催された2日前、アメリカ国防総省のカービー報道官がある声明を発したよ。これは、日本領である尖閣諸島周辺海域で中国海警局艦艇が、日本領海へ侵入を繰り返していることについて中国海警局艦艇の行動は誤解を招き、物理的な損害を日中双方に招く恐れがあると中国政府を非難し、
尖閣諸島における挑発行為等を即中止するように要求したものだったんだ。アメリカが、ここまでの尖閣について明確に中国を非難したことは異例中の異例だね。さらにカービー報道官は、アメリカの立場についても触れ尖閣諸島における日本の主権を支持すると明言したことで、日本国内では尖閣諸島について日本の主権をアメリカが認めた発言として、好感を持って受け取られたよ。自民党の部会での発言は、アメリカのこういった流れを受けた上でのものだったのだけど、アメリカがバックアップしてくれたと喜んだのもほんのつかの間だったんだよね。カービー報道官の発言に、中国は即反応して、翌日には中国外務省の汪副報道局長が反論を展開し、魚釣島尖閣諸島の中国名は中国固有の領土であると明言し、アメリカと日本による安全保障条約は東西冷戦時の産物であり、第三国である我が国の利益を損なうことは許されないと、アメリカと日本の動きを激しく非難したんだ。さらに東シナ海地域の平和と安全を脅かす事態は許されないで主張し、アメリカと日本の動きをさらに牽制したよ。自分たちの行動の方が、平和と安全を脅かしているじゃないか、という突っ込みを入れたくなるのはわかるけど、中国ってもともとこういう国だからね。他人の理屈より自分の信念を優先するわけだし、まあ、何事も万事こんなやりとりばかりだよね。この発言にビビったのか、カービー報道官は次の会見で尖閣諸島の主権は日本にあるという発言を訂正し、さらには尖閣諸島の主権に対するアメリカ政府の方針は従来と変わらないと、大きくトーンダウンしてしまったしね。アメリカさんもうちょっと強気に頑張ってよ。アメリカの言う従来と変わらないとは、尖閣諸島について日本の施政権は認めるが、主権については、日本であるかどうかは明言できないってことだね。まあ、何を言いたいのかわからない方針だけど、アメリカは尖閣諸島は日本領土まで明言しないといい、領土問題があるなら当事者間で話し合えばいいと、事実上日本を突き放してしまったことになるね。カービー報道官、さらに追い打ちをかけるよう日本に対して不利なコメントを繰り返したんだ。さらに日本アメリカ両国首脳による電話会談で確認されたように、日本の防衛に対するアメリカの関与は、尖閣諸島を含む日本本土防衛に協力することを規定した日米安全保障条約第5条に基づくものであると発言したみたい。これまた何を言いたいのかわからないけど、要するに日本本土と明言できるところの防衛は、日本と一緒に条約に基づいてやるということと、日本本土と明言できないところについては知らないよ。あえてこっちは言わないけどねと、明らかに逃げ腰になってしまったわけだね。最終的に、アメリカの立場は従来と変わらず、日本へ肩入れするわけでなく、自国と経済的に強い結びつきのある中国の面目を潰すわけにもいかないということで、どっちつかずのままでいいと、現実逃避したというのが事実だろうな。でも、アメリカ政府は逃げ腰でも、アメリカ海兵隊は勇敢なのかもしれないぜ。2021年11月、航空自衛隊とアメリカ空軍の合同訓練では、航空自衛隊のヘリコプターやアメリカ空軍のオスプレイなどの航空機が尖閣諸島付近海域で捜索、救難訓練を実施したんだ。この訓練は、尖閣諸島や台湾有事を念頭において実施されたものだと話題になっていたね。その直後に中国が艦艇4隻を一度に領海侵犯させたのは、日本とアメリカの合同訓練に対する牽制だったのではという見方をする意見も多いよ。ここで再確認しておきたいんだけど、中国が尖閣諸島の領有権を主張し始めたのは、なんと第二次世界大戦の後のことなんだ。中国は、1971年にいきなり尖閣諸島の領有権を主張し始めたんだけど、その理由は尖閣諸島を含む広大な地域に石油が埋蔵されている可能性があるという報告があったことで、石油利権を欲する中国が慌てて権利を主張するようになったというのが一般的だね。また、国家ナショナリズムを煽ることで国民の団結を図り、共産党政権への批判をガス抜きするのも理由としてあったようで、かつての敵国日本から自国の領土を取り戻すという主張は、確かに中国国民のナショナリズムを喚起するにはうってつけってわけ。中国も韓国もやることは変わらないね。違いがあれば中国の場合は軍事力があって、韓国はそれが乏しいってくらいかな。ましてや中国は、台湾を自国領土として奪い返すことを明言してはばからないし、もしそうなれば、沖縄の在日アメリカ軍や先島諸島駐在の自衛隊が目の上のタンコブになることは事実なんだ。そのため、それらの位置に近い場所に軍事拠点を設けようとするならば、やはり尖閣諸島を領有しておくことは必要である。
と判断しているようだね。現在の情勢を考えると、尖閣諸島問題について政治的対話による解決はもはや不可能と思わざるを得ないよ。すでに、海警局の艦艇をガンガンと周辺海域に投入するなど、中国は実効支配への足固めを進めている状況だし、このまま状況を放置していると、南シナ海のように人工物を設置して部隊を常駐させるなど、取り返しのつかない事態に陥ることも十分考えられるんだよね。日本の立場としては、まず自衛隊を尖閣諸島に駐在させることによって領有権を主張することがやるべきことであり、同時にアメリカだけではなく、世界の国々に日本の主張を訴えていくことも必要だな。今の状況を見ると、ただ黙っているだけにも受け取られて日本は妥協していると捉えられてしまうぜ。日本人気質の謙虚は美徳は、国際社会では一切通用しないことを理解すべきだよね。だから今回国境警備にあたる諸組織に武器使用を容認するという議論が持ち上がったこと自体、もう少し評価されてもいいと思うよ。それが実際に法制化され、実現することが一番望ましいけど、アメリカが主体的に尖閣諸島を守ろうとはしてくれない。少なくとも今のバイデン政権がそのような状況である以上、日本は危害を持って自国を守ろうとする覚悟が必要ってわけ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。現在、国会にて自衛隊による敵基地攻撃能力の実現可能性について議論が進んでいるみたいだね。中国や北朝鮮は、毎年のように日本に対して武力的な威圧を強めているもんね。日本に対して、敵国内陸部から弾道ミサイルを発射されようとしている場合、現行の法律及び装備体系では、日本はただ撃たれるままにされ、ミサイルをただ単に迎撃するしか手はないぜ。さて今回は、そんな状況を打破するための人に意識地対艦誘導段階の延伸化について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。さて、現代戦においては、攻撃側が圧倒的に有利であり、弾道ミサイルなどの長距離ミサイルの迎撃については、特に防御側が不利な状況となるよ。そのため、ただ単に防御に専念していれば、いずれは防衛網を突破したミサイルが、国民の生命や財産に危害を及ぼすことになるだろうね。そのため、一方的に迎撃するだけではなく、攻撃地点を特定し、攻撃手段を破壊することで、敵の攻撃手段を奪い、日本を防衛するという攻勢防御の手段として、日本は敵基地攻撃能力の議論を国会で行っているんだ。そして、日本では2020年12月18日の閣議において、スタンドオフ防衛能力の強化が承認されたってわけ。このスタンドオフ防衛能力とは、敵の脅威圏外敵の攻撃射程圏外から、敵勢力に対しての攻撃能力を有するということであり、具体的には、長射程のミサイルを開発、配備することが目的となっているよ。それを実現するため、陸上自衛隊で運用されている人に意識地対艦誘導弾の能力向上型を開発することが決定され、2021年から2025年までに394億円の予算が計上され、開発を実施することとなったんだ。現在配備が進んでいる人に意識地対艦誘導弾は、88式地対艦誘導弾の後継として開発され、2012年より配備が進められている、陸上自衛隊の国産第2世代の地対艦誘導弾システムだよ。人に意識地対艦誘導弾の射程距離は百数十キロメートルとされており、2017年度より射程の延伸化に向けた改良型人に意識地対艦誘導弾階の開発が進んでいるね。人に意識地対艦誘導弾階では、海上自衛隊で配備が進む人7式艦対艦誘導弾をベースとして、射程距離を 200km 程度まで延伸させることを目指しており、2022年度までに開発完了の見込みなんだ。そして、2020年12月に閣議決定された方針に従い、人に意識地対艦誘導弾能力向上型の開発を決定した防衛省は、三菱重工業を主契約者として開発を進め、人に意識地対艦誘導弾階の射程距離を 900km にまで延伸させ、射程距離 900km を達成後は、そこからさらに改良を進め、最終的には射程距離 1500km を目指すこととしているってわけ。この 1500km という射程距離は、例えば福岡からミサイルを発射した場合、南西諸島全域、そして、
さらに北朝鮮の首都平壌や中国の首都北京にまで射程圏内とするほどの強大なものとなるよ。この人に意識地対艦誘導弾能力向上型には、航空自衛隊が2021年度より取得を開始している、超音速空対艦ミサイルである ASM-3 と当初防衛用新対艦誘導弾2018年開発開始、2020年開発中止の研究開発にて得られた成果を盛り込むものとされているんだって。具体的には、長射程距離化を実現するために、大型主翼の展開技術とジェットエンジンの作動領域を大幅に拡大、陸上海上航空の各領域から発射可能な発射プラットフォームの多様化を図るほか、GPS 誘導システムの導入やミサイルの生存性を向上させるためにステルス性の獲得も目指しており、開発費の総額は1000億円にも達する大型プロジェクトとなっているぜ。このように日本は急ピッチでスタンドオフ防衛能力の獲得に向けた作業を加速化しているんだけど、これは、南シナ海や東シナ海など、インド太平洋において中国軍の動きが活発化していることが大きな要因だね。中国はこれまでに、日本本土はもとより、米国領グアムまでも射程圏内とする中距離弾道ミサイルドンフェンシリーズを開発し、急速に配備を進めているよ。米国国防総省が2020年に公表した報告書によれば、中国軍は2019年の段階で、射程距離 500km から 5500km の地上発射型のミサイルを1250発以上保有しているとしているみたい。この中には、米空母撃沈を主任務とし、空母キラーとの呼び名もアウドンフェン26も含まれるんだよね。だな、また。北朝鮮もミサイル開発を積極的に進めており、日本全土を射程圏内に収めるスカッド ER や、ノドンと呼ばれる中距離弾道ミサイルの発射実験を繰り返し行っており、ついには米国領グアムをも射程圏内とするファソン12型の開発にも成功しているぜ。これらの脅威に対し、日本政府は抑止力を強める必要性を強く認識することになり、長射程のミサイルの開発を進めることになったってわけだぜ。当初は、F-15J の最近代化改修計画にて、F-15J 米国が開発した長射程空対艦ミサイルである、ロラズムの運用能力を付与する方向で調整が進んでいたんだけど、米国から提示された F-15J の最近代化改修費用が予定よりも大幅に高騰したことにより、改修費用を削減するためにロラズムの運用能力付与は断念、人に意識地対艦誘導弾の改良による国産開発に舵を切ったという経緯があるんだ。日本では、これまでは憲法9条の解釈による制約から、攻撃的兵器であるとされやすい、中長距離ミサイルの開発や配備は避けてきていたよ。また、敵基地攻撃能力に関する議論は以前より交わされていたけど、米ロが締結していた中距離核戦力全廃条約 INF が運用されている状況下で、日本が先制攻撃につながる中長距離ミサイルを開発することは、国内的にも世界的にも難しい情勢だったってわけ。しかし、2020年6月に当時の米国大統領であるトランプ氏が INF の廃止を宣言。それにより、中長距離ミサイルの開発が公に進められる環境となり、米軍が東アジアにおいて中距離ミサイルの配備の検討を開始したことから、日本においても中距離ミサイルの保有に関する議論が加速していったんだ。さらにトランプ氏の後任として米国大統領となったバイデン氏も日本が敵基地攻撃能力を有することには前向きな発言をしており、バイデン大統領と岸田総理大臣との首脳会談では、今後の日米安全保障戦略の骨子となる国家安全保障戦略の改定に関する議論も進み、その中で日本による敵基地攻撃能力の保有についても盛り込まれる見通しとなっているね。現首相である岸田氏が自民党総裁選に立候補した際も敵基地攻撃能力の保有については公約に掲げており、これはすでに米国ともある程度の認識のすり合わせも完了していたからこそ、実現できたものと思われ、総裁選時の岸田氏は、米国を後ろ盾として、日本国内の敵基地攻撃能力の保有に反対する勢力を抑え込むことが可能であると判断したものと思われるよ。実際問題、軍事的威圧を強める中国に対して、米国がアジアにおいて影響力を維持するためには、主要な同盟国の防衛能力向上は喫緊の課題であり、日本の敵基地攻撃能力保有に対しては、歓迎すべき話であったみたい。日本側でこのような議論が進む一方で、対応を迫られる側の中国からは猛烈な反発の声が上がっており、日本が出雲型護衛艦に F-35B を搭載できるよう改修作業を進めていることに対する反発と比べても、敵基地攻撃能力の保有に対する反発度合いは非常に大きいものがあるんだ。
これは、日本が中長距離ミサイルを保有することが、中国に対して大きな抑止力となっていることに他ならず、非常に有効な手段であるのだと言えるよな。しかしながら、日本の敵基地攻撃能力保有に対して、リベラル系の指揮者などからは、敵基地攻撃能力を保有していても移動式発射台の発見は容易ではなく効果はないという意見も出ており、敵基地攻撃能力保有よりも弾道ミサイルの迎撃能力の向上に防衛予算のリソースを傾けるべきであるとの見解を示しているよ。このような意見に対しては、迎撃能力を向上させたところで、すべてのミサイルを迎撃することは非常に困難であり、中国が極超音速ミサイルによる攻撃を実施した場合には、現状の技術では迎撃は不可能であることから、ミサイルを発射できない状況とするための抑止力として、敵基地攻撃能力の保有は必要であると言えるんだよね。これは、弾頭が核弾頭などの大量破壊兵器によらずとも、移動が不可能なミサイルサイロなどの軍事施設への攻撃が可能であると示すだけで、十分な抑止力となるってわけ。また、中国の国家首脳部を攻撃できる兵器を日本が保有しているという事実は、中国の指導者たちの行動を制約することにつながるだろうね。このように防衛省自衛隊は、着々とスタンドオフ防衛能力の獲得に向けて、1意識地対艦誘導弾能力向上型の開発を進めているけど、肝心の政府与党の意見はまとまってはいないんだ。特に公明党は敵基地攻撃能力の保有や憲法9条改正には乗り気ではなく、与党内での調整は難航が予想されているみたい。過去、自民党の支持率が低下し、自民党の議席を確保するために連立を組んだ公明党だけど、ここに至って、中国の膨張による軍事的緊張が高まる中では、公明党の中道路線が国防上の足かせとなってきているってわけ。自民党が本気で防衛力の強化、抑止力の強化を推し進めるのであれば、現在の自民党の政策と志を同じくする政党と改めて連立を組み直す時期に来ているのかもしれないな。中国は2022年の北京オリンピック後に台湾などの周辺国に対して、何らかの行動を起こす可能性が非常に高まっているし、その際は日本も無関係ではいれず、日本に残された時間はあまりにも少ないんだよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ロシアのウクライナに対する軍事侵攻も終わりが見えないな。本当だよね。ロシア側も攻撃の手を緩めないし、ウクライナも一歩も引く気はない状態が続いてるね。何度も停戦協議は行われているけど、本当にロシアは停戦をする気があるのかって感じだね。経済制裁なんかでロシアは止められるのか？でも、全世界を巻き込む第三次世界大戦に発展することだけは避けないといけないでしょ。そしたらやっぱりどの国も迂闊には手を出すことはできないよね。今回の軍事侵攻は日本にとっても対岸の火事とは言えない。もしロシアがこの軍事侵攻を完全な形で成功させた場合、日本に対してもどこかの国が同じように侵攻してくることも考えられるよね。今回の軍事侵攻を見ているとわかるように実際は世界の警察と言われている。アメリカも他の西側諸国もはっきり言って何もできてないからね。独裁者の本気の脅しに対しては、どの国も何もできないことが露呈してしまったからね。そうだよな。日本としてはそういう最悪な事態にならないように、今の段階から敵国に対して牽制し続けていくしかないだろうな。ここではっきりと言うと中国も同じようなことを、日本や台湾、アジア諸国に仕掛けてくる可能性は十分にあるからね。それは西側諸国の国々は当然把握していて南シナ海周辺では、睨みを利かし続けてるんだよね。中国の度重なる挑発行為には、日本も台湾も自国だけでは対応しきれないからね。今回は、中国にあと一歩を踏み出させないために、西側諸国がどのように対応しているか見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。2020年新型コロナウイルス蔓延がアメリカ軍にも大きな影響を及ぼしたんだ。原子力航空母艦セオドア・ルーズベルトがグアム島で一時隔離されて、活動をすることができないという危機的な状況になったんだ。いくら大型の航空母艦だと言っても、たった一隻が運用できなくなっただけじゃないの？それは違うよ。このことによって一時的にアジア、太平洋地域で作戦行動ができるアメリカの空母打撃群が一つ減ったということになるよね。アメリカの軍事力による牽制で均衡を保っていた地域では、一大事だと言っても過言ではなかったはずだよ。
実際にセオドア・ルーズベルトが任務に復帰するまでの間は、中国の海洋進出の頻度は大幅に増加したと言われてるんだよ。やはりアメリカの空母打撃群が目を光らせてることで、中国の挑発行為を抑えてるところあるからな。それが一隻、海洋からいなくなったとなれば、中国にとってはこんなチャンスはないもんな。それじゃあやっぱり日本の尖閣諸島周辺でも中国の領海侵犯は増えたのかな？うん、それは間違いないよね。特に日本の尖閣諸島周辺への度重なる侵入行為は、2020年に一気に増加していて、2020年度は過去最大の年間300回以上の侵犯行為が行われたんだ。年間で300回も？ほぼ毎日ってことじゃん。そりゃあ、海上保安庁や海上自衛隊は大変だっただろうな。もちろん、同じような侵犯行為を受けてるのは日本だけじゃない。中国はずっと台湾を自国領だと主張し続けてるからね。侵犯行為や挑発行為を繰り返していて、日本よりも軍事衝突の危機感は高まっているんだ。まさに今のロシアのウクライナ侵攻と同じ道をたどる可能性があるってことだな。あれだけの国土を持ってる大国なのにまだ領土を広げたいのかな？さらに中国は南シナ海の約8割に当たる海域を自国領だと主張していて、7つの環礁を埋め立てて人工島を作り、滑走路や港湾を建設し、航空機や艦艇の配備をしているんだ。なんだよそや、完全に侵攻するための準備を進めてるじゃないかよ。こうやって少しずつ少しずつ攻めてきてるってことだね。そうだね、少しずつ中国のシナリオが進んでいってる感じだよね。南シナ海の周辺国はどの国も中国と比較すれば軍事的に見れば小国ばかりだからね。台湾、フィリピン、ベトナムなども中国の脅威にさらされてるんだよ。こうなったらもちろんアメリカも黙ってはないだろ。もちろん、中国が一方的に主張している領海を認めないアメリカは、執行の自由作戦と称する南シナ海への艦艇の派遣をたびたび行っていて、2020年度に関しては航空母艦ロナルド・レーガンを3度も南シナ海に派遣したんだ。ロナルド・レーガンを中心とする空母打撃群は南シナ海で軍事演習を行い、中国への牽制を継続して行って両国の睨み合いが激しさを増したんだ。アメリカに南シナ海で軍事演習をされたら、さすがの中国も露骨に領海を犯すわけにはいかないよね。誰もがそう思ったんだけど、意外と中国はこれまでの強気な姿勢は崩さなかったんだ。それには理由があって、中国は航空母艦や強襲揚陸艦、駆逐艦などを大幅に増強していて、中長距離の射程を持つ地対艦ミサイルの配備を進めていることが原因だと言われてるんだ。最近の中国の軍備強化は凄まじい勢いだもんな。そりゃあ強気な姿勢にもなるだろうな。ここまでは中国の話だったけど、ヨーロッパでも同じような動きがあるんだ。これは今全世界で注目を集めているロシアに対しての動きだね。中国もロシアも同じような独裁国家だもんね。2021年にフランス海軍の攻撃型原子力潜水艦エムロードが南シナ海に進出し、イギリス海軍の航空母艦クイーンエリザベスが極東に派遣されるなどの動きがあったんだ。イギリス、フランスなどの国々は旧ソ連、現ロシアを最大の仮想敵国と定めていて、NATO に加盟することで、集団安全保障を確立していたんだけど、近年はその脅威も薄まってきてる感は否めないんだよね。それは今回のウクライナ侵攻を見てもわかるよな。一時期ロシアは新型コロナウイルスの蔓延や原油価格の暴落で、国の基盤が揺らぐほど弱体化していた時期もあったんだけど、ロシアも軍事力の増強は進めていて、それに伴って、ヨーロッパ各国も軍事力の増強に力を入れ出したんだ。特にスウェーデンは今までは中立的な立場だったんだけど、ロシアの脅威が増すことで軍備にもかなり力を入れ出したようだよ。スウェーデンは NATO 加盟国のノルウェーと、新ロシア的なフィンランドに挟まれる形の特殊な地理的環境だからな。脅威を感じるだろうな。第二次世界大戦時には、西のノルウェーはドイツに、東のフィンランドはソ連に蹂躙された歴史を持っている。そういう環境に置かれてるから武装中立を掲げた上で国家の存続を図ってきたんだ。でも2009年にはリビアの内戦に参加するなどしているので、純粋な中立国とは言えなくなってるんだ。スウェーデンは小国ではあるけれど、こういう背景から軍事力を自国で維持するための軍需産業は盛んで、小型の戦闘機や小型戦闘機などを自国で開発しているんだ。スウェーデンが生産している小型戦闘機グリペンは、国内最大の軍事企業サーブ社の製品で、自国以外でも、ハンガリー、チェコ、ブルガリア、南アフリカ、タイ、ブラジルなどに採用されていて、戦闘機としての評価も高いそうなんだよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録、よろしくね。今日も雑学言ってみよう。いつもありがとう。
今日は秘伝のタレについて話してみようか。うなぎや焼き鳥が美味しい名店には、創業当時から継ぎ足して使っているとされる秘伝のタレがあるよね。長く継ぎ足しているお店では、100年以上も継ぎ足してタレを使い続けているお店もあるみたいなんだよ。でも、そんなに継ぎ足し続けて衛生的に大丈夫なの？と思ってしまう人もいるよね。確かに、いくら継ぎ足しているとはいえ、そんなに長く使い続けていると腐ってしまわない？って思うよね。でもね、継ぎ足して使うタレには腐らないちゃんとした理由があるんだよ。しかも、名店ほどタレが腐りにくいみたいなんだ。今回は継ぎ足しのタレが腐らない理由を紹介するね。継ぎ足して使い続けてもタレが腐らない理由は大きく分けると3つあるみたいなんだ。1つ目は低温殺菌されているから。実は継ぎ足しのタレは低温殺菌されることによって菌類が繁殖できないようになっているみたいなんだ。低温殺菌とは、マイナスの冷たい温度で殺菌するのではなく、63度から68度ぐらいの長時間の高温で殺菌することなんだ。焼いたうなぎや鶏肉をタレにつけることにより、タレの温度が上がり、結果的に低温殺菌されるということだね。さっき名店ほどタレが腐らないと言ったけど、名店にはお客さんがたくさん来るため注文も多く、常にタレが低温殺菌されるため、菌が繁殖しづらいってことなんだ。でもね、単純にタレの温度を上げてしまうと、タレが煮詰まってしまい、タンパク質が変異してしまうんだ。そのため味が変わってしまい、せっかく継ぎ足してきたタレが台無しになってしまうので注意が必要なんだそうだよ。二つ目は塩分や糖分が高いから、蜂蜜は腐らない食材としてみんなよく知っているよね。その理由は、糖分が多く含まれているからなんだよ。そして、蜂蜜と同様に継ぎ足しのタレも塩分や糖分を多く含んでいる。そのため、菌が繁殖しづらい環境となっているんだよ。でも、蜂蜜と違って正しく保存していても絶対に腐らないというわけではないんだよ。確かに塩分も糖分も含んでいるけど、菌が繁殖できないわけではなく、しっかり殺菌しないで放置していると腐ってしまう可能性はあるんだ。あくまで腐りにくい環境というわけなんだよ。三つ目は継ぎ足しで中身が入れ替わるため、100年以上継ぎ足しをしていても、実は中身が入れ替わっているため、古いタレがそのまま残っているということはほとんどないんだ。継ぎ足して使っているうちに、だいたい1ヶ月ほどで中身はほぼ新しいタレに入れ替わっているみたいだよ。そう聞くと少し残念な気もするけど、最初からタレを作り直すよりは、継ぎ足すことによって同じ味でお客さんに自慢の味を出し続けることが可能になるよ。タレにつけるうなぎや鶏肉からも旨味は出るし、継ぎ足しで作った方が旨味が凝縮されて美味しいタレを味わうことができるんだよ。以上、今日の雑学でした。最後まで見てくれてありがとう。ちょっと焼き鳥食べに行ってくるぜ。付き合うよ。アメリカ海軍の新型水上戦闘艦建造計画 DDGX 計画は、その内容がかなりのベールに包まれているよね。まあ軍事機密だから仕方ないけど。そうだね。でも、2022年に早々にアメリカ合衆国議会への報告があり、およそ1万2700トン級の満載排水量を誇るイージス艦であることが判明したみたいだよ。今回建造される新型イージス艦、そのスペックはもう申し分ないものになるだろうし、あとは建造スピードの問題じゃないかな。アメリカの建造能力はやはり桁違いだから、中国のようにとりあえず作ればいいのように質を度外視するような建造は行わないだろうぜ。質も量も揃えた最新鋭艦艇が出揃うわけだね。これからのアメリカは中国に対してかなり強硬な姿勢に出るのかも。そうだね。今回は、そんなアメリカの動向も踏まえて、DDGX 計画について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。DDGX 計画については、2022年1月13日、アメリカ海軍は DDXG ガイデッドミサイルデストロイヤーのイメージコンセプトを発表したよ。これは、このプロジェクトに関してアメリカ合衆国議会での報告を求められたことについて、その際の資料では最新鋭イージス艦の使用についても触れられているんだ。そもそも DDGX 計画は、現行のタイコンデロガ級巡洋艦とアーレイバーク級ミサイル駆逐艦の、両方の艦艇を代替する新世代の艦艇を建造することを目標に進められているものなんだって。最初のうち、DDGX 計画では、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦を代替する目的がメインだったんだけど、アーレイバーグ級よりも大きな艦隊を持つタイコンデロガ級巡洋艦についても、代替することを決め、DDGX 計画において1たす1の機能を持つ新型艦を建造することに方針を変更したってわけ。タイコンデロガ級巡洋艦は、
1999年以降、アメリカ海軍が運用している巡洋艦だけど、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦よりも全長が長く、排水量が大きい分だけ、大兵装を持ち艦隊機関性能を持っていることから艦隊には欠かせない艦艇の一つだったんだ。そんなタイコンデロガ級巡洋艦も、フラッグシップ艦であるタイコンデロガなどが艦齢20年を超え、そろそろ更新を検討せざるを得ない状況にあったよ。アメリカ政府は、今までもタイコンデロガ級巡洋艦の後継艦を建造しようとしていたんだけど、予算の確保が容易でなかったことで、実現に至っていなかったんだ。だけど、今回の報告によって後継艦の建造を断念し、アーレイバーグ級駆逐艦との1たす1による後継艦の建造を進めるものになったと方針転換が見えてきたみたい。スペックで注目される排水量約1万2700トン級の艦隊。この規模は現行のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦よりも大きく、ズムボルト級駆逐艦よりも小さいサイズとされていて、具体的にはアーレイバーク級の中でも最新型フライト 2A は、満載排水量9515トンであることから、それよりも大きなスケールとなって、タイコンデロガ級の役割を十分担えるのでないかと思われるよ。とは言いつつも、アーレイバーク級は現在も最終モデルが建造中であり、2023年から収益が予想されるフライト3が最終艦となるぜ。こっちは満載排水量9700トン、全長 160.0 メートル、四平層の VLS 垂直発射艦96セルというスペックになっているが、DDGX 水上戦闘艦はこれらのスペックを上回ることは間違いないだろうな。なお、アメリカ海軍はアーレイバーク級の初期型フライト1からフライト 2A で70隻以上、今後収益させるフライト3も12隻の建造を予定しているため、これらすべての代替にはかなりの時間を要することは誰が見ても明白だよね。これらの新造艦も含めて活用しつつ、切れ目がないように更新を行っていく。その際にはタイコンデロガ級の更新ペースに合わせて建造を進める。これが、アメリカ海軍の書いている構想なんじゃないかな。実は、DDGX 水上戦闘艦の前に、ズムボルト級駆逐艦が企画され、実際に建造が行われていたんだけど、このプロジェクトはなぜか同型艦3隻の建造で終了してしまったんだ。そもそも、ズムボルト級駆逐艦はその先進的なステルス形状と、搭載する対地攻撃用の打撃力の強力さが特徴で、湾岸戦争などの実戦経験を踏まえて最新鋭の兵装を搭載することになったんだけど、そのせいで1隻につき45億ドルのコストがかかってしまったことで、財政的な問題を抱えて建造計画に終止符が打たれてしまったってわけ。このズムボルト級駆逐艦には、単装の 155mm 砲2機に変えて、レールガン電磁砲の搭載も検討されていたけど、アメリカ海軍ではレールガンの開発も中断しており、水上戦闘艦への同兵器の搭載は事実上断念している状態とされているね。レールガンを搭載する前提で建造されたとも言われているズムボルト級駆逐艦だっただけに、プロジェクトの失敗はアメリカ海軍にとって大きな痛手であったことは間違いないよ。だからこそ、今回の DDGX 計画を成功させなくてはならないよね。何しろ、アメリカ海軍のプライドがかかっているわけだし。そして、仮想敵国としてイメージしている中国に対して、有効かつ全ての面において上回る水上戦闘艦を建造する必要性があるよな。身長著しい中国海軍は、2020年から収益を開始した055型南ちゃん級駆逐艦をはじめとして、空母打撃群、原子力潜水艦を多数配備し、太平洋や南シナ海においてアメリカなど敵国より優位に立とうとしているもんね。数量的優位を目指すべく建造された南ちゃん級駆逐艦は、満載排水量1万3000トン、全長 182.6 メートル、全幅 20.9 メートルの艦隊に四平層の VLS 垂直発射艦112セルを装備しており、2022年1月時点で少なくとも8隻が建造されているものと考えられているよ。それまでの中国海軍の駆逐艦が7000トン級の満載排水量でかつ、VLS 垂直発射艦64セルが最大であったことから、攻撃力を高めた侮れないスペックになっているね。さらに中国海軍は、南ちゃん級駆逐艦を国産航空母艦、それを中核とする空母打撃群の艦隊防空を担う主力艦として活用する前提にしているんだ。今まで、太平洋において有効な空母打撃群を有していたのはアメリカだけだったわけだから、空母打撃群の運用を世界的にも独占してきたアメリカに正面から対抗する。これが中国の野望であり、実際に成し遂げようとしている行為なのかも。
これだけのことは、冷戦期の旧ソ連でさえも実現できなかったわけだが、それほど中国の進捗は恐ろしいペースだし、アメリカをしてもそのまま感化するわけにはいかない状況と言ってもいいぜ。さて、近代の空母運用は空母打撃群というコンセプトで行われていることはみんなもご存知だよね。これは、有効な航空攻撃力を有する、ステルス性が有効な第5世代戦闘機などを搭載した空母軸に、空母の上空防衛や潜水艦攻撃を防ぐために、数多くの駆逐艦や巡洋艦を随伴させる。これが一般的に言う空母打撃群なんだ。空母打撃群を運用するには、空母だけが完成していればいいわけではなく、駆逐艦や巡洋艦、それに艦載する戦闘機など、パッケージとして運用できるだけの性能と経験を有している必要があるんだよね。中国海軍が空母打撃群を保有するのは時間の問題だけど、その連動についてはまだまだアメリカが優位だから、その優位を担保しているうちに DDG-X 水上戦闘艦を導入するなどして、中国に対して上の上を行く対応が必要ってわけ。そして、日本の国防においても DDG-X 計画は大きな影響を与えることは十分に理解しておく必要があるよ。海上自衛隊のイージス艦も、これまではアーレイバーク級ミサイル駆逐艦をベースとして建造されてきたため、今後の建造については DDG-X 計画をベースとした新造艦の建造が進むものと予想されるね。海上自衛隊の最新鋭のイージス艦マヤ型は、1番艦マヤが2020年、2番艦ノアグロが2021年就役し、これにより26基中期防衛力整備計画で目標とされたイージス艦8隻体制が完成したところなんだ。でも、この国防はアメリカが日米安保条約で一緒に日本を守ってくれる前提で考えられたもので、日本の独力で他国の侵略から日本を守るには、明らかに戦力が足りなさすぎるんだよな。アメリカの顔色を見ずに、どんどん防衛費をアップさせて、どんどん最新鋭の艦船を建造すればいいじゃないかという声もあるんだろうが、アメリカは日本が独力で軍備を整えることを決して良しとはしないぜ。そうだね。飼い犬に手を噛まれるとは、日本のことわざの一つだけど、日本の軍備が進捗すると、アメリカが日本に駐在する意味がなくなるし、これも重要なポイントだね。日本だけではこの国を守れないから、アメリカにお願いして駐在してもらっている。このコンセプトが崩れてしまうと、中国や北朝鮮はアメリカの軍国主義を真っ向から攻撃し、北東アジアの軍事的パワーバランスを崩しにかかるだろうからな。2022年早々、皆さんはウクライナがロシアの侵攻を受けている様子を目の当たりにしていると思うけど、ウクライナの出来事が他人事に思える人もいれば、そう思えない人もいる。これが今の日本の実情なんだよね。ウクライナは、NATO やアメリカが一緒に戦ってくれると思っていた節があったのかもね。でも実際には、それらの軍隊が支援をすることなく、ウクライナ軍はほぼ独力でロシアと戦っているぜ。日本は大丈夫だ、日米安保条約があるじゃないかという人もいるが、アメリカが自衛隊と一緒に戦ってくれる保証が、一体どこにあるんだろうな。ウクライナの状況から、日本は日米安保条約にあぐらをかいて、肝心な時にアメリカに守ってもらえないのではないか。そして自分の国は自分で守ることを考え、行動しなくてはならないよ。DDG-X 計画はあくまでアメリカの計画に過ぎないけど、中国や北朝鮮に対しては有効な威嚇になることは間違いないと思うんだ。この威嚇を、日本も恩恵を受ける形で行うのか、それとも日本独自の威嚇を考えるのか、2022年は、日本の国防にとって重要な一年になりそうだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。イギリスの空母とアメリカに空母打撃群が手を組んだんだってな。イギリス空母といえばクイーンエリザベスでしょ？激アツじゃないか。イギリスが誇る航空母艦クイーンエリザベスが、空母打撃群を編成してアメリカ主催の合同訓練に参加するために、2021年5月にポーツマス港を出港したそうだよ。改めて簡単にイギリスの航空母艦クイーンエリザベスの説明をするよ。満載排水量67,699トンにもなるイギリスが保有する最新鋭の通常動力型空母なんだ。この規模の空母ではアメリカが保有する空母を除けば、中国が建造している002型航空母艦、満載排水量約7万トン、003型航空母艦満載排水量8万5000トンに次ぐ規模でアメリカを除く西側の正規空母では最大級なんだ。逆に中国の保有してる空母の方がでかいのは意外だったわ。その西側諸国最大級の空母がアメリカと合同訓練を実施するんだね。そうだね。それじゃあ今回はイギリス空母とアメリカの空母打撃群との訓練について見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。
イギリスは2021年4月クイーンエリザベス級航空母艦1番艦、クイーンエリザベスを機関とする空母打撃群を編成して、西大西洋で開催される米国主催の大規模広域訓練に参加する遠征部隊としたんだ。2021年5月に母港であるポーツマス港を出港したこの空母打撃群は、大西洋から地中海を抜け、スエズ運河経由で航海インド洋、南シナ海へと進み西太平洋を目指したんだ。この打撃群がいろいろな海を航海しながら西大西洋の訓練地を目指すのはなんかわけでもあるのか？そうだね。この航海の過程で各国軍と合同軍事演習を実施し、中東地域ではクロスデッキ運用アメリカ艦載機との初の実戦運用実験を行ったんだ。この打撃群ではイギリス空軍第617飛行隊の F-35 が8機と、アメリカ海兵隊第211海兵戦闘攻撃中隊の F-35B が10機運用されていて、この実戦運用では中東地域で活動するアメリカ軍等の支援を行うために地上爆撃任務に従事したそうなんだ。クイーンエリザベスの打撃群の戦闘機以外の打撃群の編成はどうなってるの？確かにそれも気になるところだな。クイーンエリザベス空母打撃群は F-35B を18機艦載している以外に、英海軍のアグスタウェストランド社製マーリン MK-1 対潜哨戒機や、マーリン MK-2 早期警戒機、ワイルドキャット HMA-2 多用途ヘリが複数機艦載されているよ。オライオン哨戒機やホークアイ早期警戒機は搭載されていないようだね。この2つを艦載していないのには理由があって、この空母は米海軍や仏海軍の原子力空母のようにカタパルト発艦装置を搭載していなくて、スキージャンプ方式の発艦装置を採用されていることから、艦首に傾斜をつけたジャンプ台を設置して固定翼機を発艦させている仕組みなんだよ。だから、大型の固定翼機では離陸に必要な揚力を得ることができないために、固定翼機には若干劣るんだけど、哨戒または警戒能力を有する回転翼機の、マーリン1やマーリン2が開発されて艦載されてるんだよ。でもよ、現代の戦闘では先に敵を発見し先に攻撃を仕掛けることが重要視されてるんだよな。それなのに哨戒能力や警戒能力が劣っている艦載機で大丈夫なのか？確かにその点では不安視されているところもあるようだね。でも今回編成された空母打撃群に所属する随伴艦は、機関空母の哨戒や警戒能力への不安を払拭するには十分に強力な編成内容なんだよ。随伴艦の編成としては、水上艦だけでも英国海軍の45型駆逐艦が2隻と23型フリゲート艦が2隻、オランダ海軍からはフリゲート艦が1隻随伴し、それに加えて米海軍のアーレンバーグ級駆逐艦が1隻随伴してるよ。いずれもイギリスやアメリカが誇る世界最高水準の駆逐艦なんだよ。さらにこれに原子力潜水艦が1隻海中から随伴してるからね。世界最強の空母打撃群と言っても過言ではないと思うよ。まさに連合軍といった感じの最強の打撃群なんだね。これが集結して合同で軍事訓練が行われるんでしょ。そうだね。今回これほどの空母打撃群が編成されたのは、2021年8月に太平洋から大西洋にまで及ぶ世界17の海域、地域で行われる大規模広域軍事訓練に参加するためだからね。この訓練にはアメリカ海軍、海兵隊だけでも空母や強襲揚陸艦、潜水艦や艦艇、航空機など2万5000名の兵力が動員されて、もちろん日本も参加しているんだ。日本からは何が参加してるんだ？日本からは陸上自衛隊の水陸機動団、第一ヘリコプター団、西部方面航空機の各部隊、海上自衛隊からはヘリコプター搭載型護衛艦、伊勢及び最新の護衛艦朝日が参加してるよ。航空自衛隊からも第9航空団や南西航空警戒管制団部隊が参加してる。日本からも最新鋭の護衛艦が編成に加わったんだね。この訓練の具体的な実施場所としてはアメリカ本土及び、アフリカ、ヨーロッパの陸上、太平洋から大西洋の広範囲の海域が指定されていて、アメリカ軍部隊は30程度の部隊が直接参加して、50程度の部隊がリモートで参加する予定なんだよ。日本は打撃群の後段部分から参加して沖縄南方海空域で参加するんだ。これだけの規模の打撃群での訓練になると、やっぱり仮想敵として考えてる国があってそれを想定して訓練するんだよな。あの国とかよ。もちろん訓練だからね。仮想の敵は想定してるだろうね。アメリカが2000年代から指針としてきた中東などにおける対テロ戦闘、非対称戦を作戦行動の主軸としていたドクトリンを見直して、冷戦期のような正規軍同士の戦闘を重視したものに変更されたようだね。これは皆わかってることだろうけど仮想敵として捉えているのは中国とロシアってことになるだろうね。やっぱり中国とロシアなんだね。
特に今回の訓練では、近年周辺国家への挑発行為や威嚇行為を繰り返している中国に対して、大きくウェイトを置いた訓練だったみたいなんだ。対中国軍と武力衝突が発生した場合のアメリカ軍と同盟国軍の連携や共同作戦、侵攻阻止などの多くのシナリオに分けて想定した訓練になったようだよ。これだけの打撃軍に仮想敵国として想定された中国は一体どう思ってるんだろうな。普通ならビビっちまうだろうけどな。まあ中国もそれくらいのことは想定ないだろうからね。注目はしていただろうけど、ビビってはいないんじゃないかな。それじゃあ対中国の訓練のシナリオの内容を見ていこう。まず一つ目のシナリオは LOCE と呼ばれる沿岸域における作戦シナリオがあり、これは現在中国軍によって実戦配備が進む、中長距離対艦ミサイルによる米艦艇への攻撃が行われる環境下において、中長距離ミサイルを排除しつつ制海権を掌握する訓練なんだ。二つ目のシナリオは、EABO と呼ばれるもので、遠征軍による基地への展開作戦で敵国の勢力下にある島部をアメリカ海兵隊による強襲、占拠し、そこに対艦ミサイルや対空ミサイルの配備及び航空基地を設営的勢力圏内に拠点を設置することで、自軍勢力圏の拡大を図るものなんだ。そして3個目のシナリオだね。紛争状況下で作戦行動における部隊間の指揮統制訓練で各種ハイテク兵器群及び通信ネットワーク等のテクノロジーを統括運用し、それを駆使して最適な部隊運用の実施を図したものだね。現代戦では情報ネットワークを駆使した多角化、多層的な部隊運用が求められていて、一つ目や二つ目のシナリオを実践するためには必要不可欠な訓練なんだね。一番大事なシナリオが三つ目のシナリオってことだな。これがうまくいかないと全てのシナリオがうまくいかないってことなんだろ。クイーン・エリザベスは、9月上旬に横須賀基地に寄港したんだけど、当初予定されていた韓国釜山への寄港は中止になったんだ。これは新型コロナウイルスによる感染が空母打撃群の中で発見されたことが理由とされているが、この寄港に対し北朝鮮が猛反発したことも要因の一つだと考えられているよ。そりゃ北朝鮮からすれば、これだけの打撃群が隣まで来ることはすごいプレッシャーだもんね。反発は避けられないよね。ここまで話したようにアメリカや日本を中心とした一部の西側諸国などでは、対中国の海洋進出、覇権拡大に対して共同で立ち向かっていこうと協力体制ができている。中国はこれからもどんどん国力と軍事力を強めていくだろうから、日本としても本格的に防衛力の強化に取り組んでいく時が来てるように思えるんだ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録、よろしくね。雑学の時間だよー。はーい。待ってたぜ。今日は甲子園についてお話しするね。甲子園といえば負けた高校球児たちが涙を流して悔しがりながら、ベンチの前にあるグラウンドの土を袋に詰める。こんな場面をよくテレビで見るよね。なぜ高校球児たちは甲子園の土を持ち帰るようになったんだろうね。甲子園の土を持ち帰るという行動を最初にしたのはとある敗戦投手だったんだ。1949年の第31回大会で、福岡県の小倉北高が圧倒的な優勝候補とされてた。小倉北高には福島和夫投手という歴史に名を残すほどのエースが存在したんだ。小倉北高の過去2年間の大会成績は、6回連続での甲子園連続出場を果たし、夏の甲子園も2回連続で連覇していたんだ。さらに、5試合連続の完封を果たしており、優勝の期待が高まっていて、福島投手にとっても、この大会が最後の甲子園ということになり、3連覇もかかっていたことから、強い気持ちで試合に臨んでいただろうね。しかし、準々決勝の試合で打ち込まれてしまい、さらに肩を痛めてしまったことから降板することとなったんだ。福島投手が降板した後、延長戦の末、さよなら負けを喫してしまい、福島投手はベンチを立ち上がり、ホームベースへと向かったんだ。そして、しゃがみ込んで土を握りしめ、ズボンのポケットに入れたそうなんだ。これが最初に甲子園の土を持ち帰るという行動となり、ルーツとなったんだ。福島投手は無意識に行動を取ったため、土をポケットに入れたことを忘れてたそうなんだ。その後、運営委員から土を思い出にしてほしいとの連絡があり、甲子園の土を植木鉢に入れて大切にしたそうだよ。この話が広がって有名となり、負けた高校球児たちが甲子園の土を持ち帰るようになったんだ。以上、今日の雑学でした。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。ありがとう。